ツインです。22日の公演行くようだってありがとうございます。ショールームあってから撮っていきます。ありがとうございます。待ってます。ほっ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 。悔しいけど可愛いです。あ、どうも。ぷぷぷぷぷん。ベリーゲークのコン。ありがとうございます。パイありがとうございます。ツインテールだったら、こうなりますね。でも、もうね、こんなに髪の量は少なくないので、まだ後ろにあります。これぐらいだったらいいのね、量が。わかる？こんぐらいだったらいい。ハトありがとうございます。そう、これぐらいがよかったな。ワント撮ってきたね。撮ってないからね。撮ってない。別にモモはそんなに撮ろうともしてないからね。ハトありがとうございます。別に自慢でもなんでもないから。ハトありがとうございます。おはようございます。来てくれてありがとうございます。ハートありがとうございます。何時に来ましたか？6時？詳しくは5時58分5時58分に起きました。まあ、約6時です。今日の服もロジータ違います。今日の服はリズリサっていうところの服です。ここここここ、マインクエコのオークボン、ありがとうございます。カイありがとうございます。リズリサです。今日は知ってる？そこのなんかなんだっけ、名器だっけのところに入ってるお店なんですけど、そこで測ってます。そう、え、めっちゃ可愛いよ。あとアンクルージュとかも好きです。リズリーさん、違う違う。須田さんがツイートしましたって来た。プーンって。ハトありがとうございます。そう、なんか小学生の頃はアースマジックが多かったんですけど、最近は免疫の入ってる服とかで買ってます。そうだから、なんか6年生5年生4年生とかの時にアースマジックをずっと着てたので、お家にまだいまだにアースマジックの服が大量にある。はい、ありがとうございます。小学生で何、ね、約小学生ってなんか嫌なんだけど、普通に中学生や。近鉄パス、そうです、そうです、それテレコン買った。そうです、パスで買ってます。え、なんかモモが着たアースマジックの、そのモモがね小学生の時に着てた服は、あの弟のお友達の妹に回ります。よく、うん、今も着ないの？今も着たいよ、めっちゃ可愛いから。今も着たいんだけど、もうちっちゃくて着れちっちゃくて着れません。今でもたまに、たまにね。たまに着るだけ。いつもよりほっぺ丸くない？しょうがないやん。いつもより？しょうがないやん。もう、ま、もういつもぷくってなってる。そう、ちっさくてね。そう、エマは諦めへん。切れる、うん、ギリ
じゃない、レッスン着はジャージ、うんです。そう、タコさんありがとうございます。島村卒業ですか？いいえいいえ。トークはその子ですか？はい。服はお下がりで近所行きになる、だって。そう、友達にあげてます。今日も端っこレーンに行きました。ありがとうございます。この間スカートでレッスンしてたよね。スカートっていうか短パン？あー、あの時ね、あの時はスカートです。前は短パンで一回やって、それで前もなんかズボンでやろうと思ったんだけど、なんかズボンでは暑いし、でなんかそう、ズボン暑かったからスカート履きました。そう、レッスン着のジャージを持ってったんですけど、暑いなと思って履くのが、だからスカートにしました。ラッちゃんの男版みたいなやつありがとうございます。お母さんも声が大きいですか？はい。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。モーターミニスカで、ミニスカって訳さんだよ走り回ってるイメージが、イメージでしょ、実際にはそうではありません。昨日もトマトもご近所さんのとこ行くの、え、あれはずっと綺麗で、もうね、そんなに身長伸びることないから、あれはもうトマトはお気に入りなので、おばあちゃんになっても着ていると思いますパパありがとうございます。そう、なんか前まではね、なんか1年で身長ね結構伸びて、1年ごとにそう着れなくなってたんですけど、なんか最近は去年の服も着れるもん去年の服も着れるので、もうここもうね、あの今年買った服はもう多分延々と着れると思います。ハートありがとうございます。身長トマト、かっこ止まったね待って、全然違うんだけどいいやんか、全然違うよ。ちょっとがあるので、そこで身長をちゃんとね正式に測れるので、そう、そこで伸びたか伸びてないか分かる前は1センチ伸びてて、そうなんで火曜日に、体重はいいんですけど別に測らなくても身長測れるのがめっちゃ楽しみ。そう、この時期ね、なんでこの時期なんだろうね。体重も教えて、体重は無理、レディーなので公式158センチのままだったような、うん、モーのプロフィールの公式は157センチのままになってるエアは161センチだと、自称160センチだと思う、あ、161センチだと思ってるんですけど、わかんないわかんない、でも本当かは。学校の話といえば、もうね、昨日とんでもないことしちゃったんですよとてもとてもすごいことしちゃったんですけど、なんか昨日普通にね、学校に昨日送ってもらったんですよ、ママに車で。それでママの学校はなんか靴を白しか履いちゃダメなの、白の運動靴しか履いちゃダメで、でもママなんかずっと
レッスンとか行くときはピンクのスニーカーを履いてるんですよ。だから普通にいつもの癖で中学校にピンクのスニーカーを履いてっちゃったの。それでなんか下駄箱に行くまでになんかもう今日めっちゃ見られるなって思ったのもうめっちゃ見られるなって思って、あ、SK ってこと気づかれたかなとかさ、めっちゃさ一人でさ一人でめっちゃ考えたの。そしたらなんか靴がピンクで、あ、みんなこれを見てたんだなと思って別にもう見てたんじゃなくてピンクのスニーカーを見てたのみんなそれで下駄箱を入れるじゃん、ピンクって気づくじゃん、やばいってなるじゃん。で職員室行こうと思ったら職員室も閉まってた。それでなんかお友達とキャーキャーワーワー言ってて、それで先生が来てチャイム鳴るギリギリに靴間違えましただけ言って始まった朝の会がそう、なんかねピンク履いてっちゃったそう、それでなんか先生になんかピンクだから職員室に置いとくねって言われたもう、なんか一回1年生の時にもやったことあるの。1年生の時はなんか白だったんだけど、白のなんかちょっと厚底入ってるやつを学校に履いてっちゃって、それで、まあ、前は白だったからあんま目立たなかったの。でも今回はピンク履いてっちゃったから一番ねちょっと目立っちゃった。そう、太鼓はなかったんでよく、そうだね、太鼓あったらやばいじゃん。そう、本当にね、びっくりして自分でもでもママも送ってく時に一緒に歩いてたのに気づかなかったんだよ。ママも気づかなかったし、ももも気づかなかったし、誰一人気づかず学校に行っちゃった、うん、ハトありがとうございます。そう、なんかめちゃめちゃなんでこんなみんな見てるんだろうなってさ、一人でめっちゃ考えてたのにさ全然靴だった赤い服着てるらちゃん、ありがとうございます。うん、チョークで白に塗ればよかった。無理でしょあの人ヤンキーよ。違うからえ、誰も言ってなかったっていうか、ももが下駄箱に靴置くじゃん。それでまだももの後に来るんだけど、そのお友達がみんなももの靴を見て教室に入ってくるときに、ももちゃん靴ってみんなに言われた本当ありがとうございます、靴間違えてるよってみんなに言われたはい、ありがとうございますそう、はた、ありがとうございます。怒られやしなかったけど、めっちゃ怒られ、先生に怒られたよね、なんかびっくりしたわって言われた言われた時の顔が想像つく、そうそ靴間違える、仕方破れてる、仕方は学校に破れててないからはい、という話でした。じゃんじゃん。それで、あとは昨日これだけ言いました。昨日レッスンの前に朝日新聞さんの
取材を受けてきました。12月1日に公開発売されるので、ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。そう、そう、朝日新聞さんの取材です。12月1日ぜひ皆さん見てください。よろしくお願いします。ということで、一丁前に取材を受けるママさんだって一丁前別にいらんでしょ。ということで555日ありがとうございます。昨日帰って、レッスン終わって帰って9時半過ぎぐらいかな。もうお腹すきすぎて夜ご飯にカレーうどん食べちゃった。あの、食べてる時は美味しいって思って食べたんですけど、なんか食べた後の罪悪感がすごかったです。555日ありがとうございます。9時半過ぎからもうか、あのカレーうどんを食べちゃった。まだカレー残ってる。うん、もう残ってない。でもなんかそんなに夜に遅く食べると目腫れるかなって思ったけど、いつも通りだった。本当ありがとうございます。そう、何杯食べたの？もう一杯しか食べてないよ。ということで、土曜日ということで最後にお歌を歌って終わろうと思います。いい？あー、止まったらごめんね。はい、止まりませんでした。はい、ということで今日はトーク会でみんなに会いたいという気持ちを込めてこの曲にしました。聴いてください。会いたかった。あー、ペダル漕ぎながら坂を登る。
した。移動付きカラオケだって。汗でした。声出てましたか？手ありがとうございます。ということで、ランキングめっちゃ出てました。あ、どうもありがとうございます。出まくってました。8回跳ねるって教えてもらいました。声でかいだってね、でかいじゃなくて大きいにしといてということで、はい、ありがとうございます。ランキングを読んでいきたいと思います。13位、ノーマルタンのまたの方、ありがとうございます。12位、てて、のボタンの方、ありがとうございます。11位、のマルタンのボタンの方、ありがとうございます。声が巨大でした。いや、なんか嫌だ巨大って。10位、のマルタンのボタンの方、ありがとうございます。9位、のマルタンのボタンの方、ありがとうございます。8位、ノーマルタンナムタの方、ありがとうございます。ラッキー7、ノーマルタンナムタの方、ありがとうございます。ちょっと後で前髪をケープでピシャーってやります。6位、ノーニンジンが、間違えた、ウサギがニンジン食べたらナムタの方、ありがとうございます。またちょっとやばいことになるところだ。5位、ノーマルタンのボタンの方、ありがとうございます。ありがとう、危ない危ない。4位、ノーマルタンのボタンの方、ありがとうございます。3位、ノーマルタンのボタンの方、ありがとうございます。出た、恐怖の人参。ね、やだね、恐怖の人参ってなんかさ、あのちびまる子ちゃんの物語みたいに作んないで。言いたいことわかる。2位、ノーマルタンのボタンの方、ありがとうございます。ということで、今日の1位、ピンポンポンポン、ジャグ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 ジャン、今日の1位はノーマルタンのボタンの方、ありがとうございます。それでは行きます。しんちゃんの場合さ、ありそうだよね、よくあるよね、怖い話みたいな。せーの、 LOVEE、 ノーマルタンの音の方、ありがとうございます。ノーマルタンの音の方、ありがとうございます。それでは行きます。かっけえ。くしゃみが出そうで出ん、わかる、この気持ち。なんかさ、出そうで出んとき一番さ、むずむずする。ということで、いきまーす、せーの。朝なんですけど、そういつもだいたい1部から
最大でも4分ぐらいまでの間のそう、握手会の時はね、いつも朝早起きしてます。朝早起きして昼からはもう何もなくなっちゃうはい、ということで11時からです。あと9、8時からだとして9、10、11、あと3時間で、やば、あと3時間で始まります。ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。でももう9時までになったよ明日のショールームは朝ですね、確実に。なんといっても明日はチーム S になって初めての公演です。はい、ぜひぜひとも見てください。よろしくお願いします。今日のトーク会もよろしくお願いします。明日の公演もよろしくお願いします。そうだ、忘れないでよ忘れないでね。あの1年ぶりだって、ぜひよろしくお願いします。 DMM 最新で星座まあ星座までどうもあの後手で1枚だけあるぜひ来てください。よろしくお願いします。1枚でもね、ぜひある方はぜひとも来てください。よろしくお願いします。ということで、朝から見てくれてありがとうございました。明日のショールーム朝です。ぜひよろしくお願いします。ということで、2年したいと思います。2900人の方ありがとうございます。それでは2人します。左手出して右手出して、せーの、2人ありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございました。バイバーイ。見てくれてありがとうございます。バイバーイ。